ボナリノブ森のその天狗ですね。朝ごはんです。相変わらずバイキングは超苦手。食を食べたらよろしくお願いします。早いよ。帽子忘れた。
ナス1度だ。出発、隣の森。ナビは13時25分着ですが。初めて来たのかな。だってモナリ峠が一番じゃない。
縄市のルート、うん、あっちから来る方がこの峠越えするよりはこれ峠越えはダメでしょ一回雪の道通るの分かるし どうなってんだろうと俺も半信半疑で来てんの。ないね。ハニヤで一回やる。止まっちゃったんだ。一回止めてからなんか坂道で止めたんだよ。止めて写真撮ったから発信できなくなったみたいな。そうなっちゃうんだよ。重いからね。重いし。その印象がなんか隣通りはすごいある。猪苗代なんか看板のところで写真撮るんで、ちょっと広くなってなんかそうだよね、うん、左に寄せたんで、そうそうそう、で止まったんですね。あの走ってる分にはいいんだよ、そこそこさ、うん、あの雪道ってそうだよね、うん、止まっちゃうと発信できない。お尻があったかい。ヒートヒーター入れた。ヒートヒーター。ヒートヒーター。
じゃない水だったらあったかいからね、うん、っていう前提だから溶けるわな。なんか最後まで気がつかないですかって。